そうですな。往来に活気があふれ、誠に喜ばしい限りです。ああ、ただそれも今だけだな。このまま人が増え続ければ、町の機能が立ち行かなくなるかもしれない。なるほど。それで悩まれていたのですな。それでは早速、開拓の準備を。単純に増やすのは簡単だろうが、これまで通りじゃダメだと思うんだ。新たな住居、魔国連邦の連携、観光名所、つまり仕事も遊びも両立させたい。そこまで見据えておられるとは、さすがはリムル様です。連携といえば川の近くがいいかもしれません。船を使えば他国との取引が円滑になるものもあるでしょう。水辺か。ここの川は綺麗だし、リゾートにもできるかも。よし、早速下見に行ってみよう。はっ、準備いたします。各この辺りか。何度も通ってはいるけど、改めて未開の土地だなって思ったよ。村から引っ越した時を思い出しますな。別の場所を検討されますか。いや、この辺りをきれいに開発できたら国の名物になるし、水路ができる。まずは調査隊を結成して改めて調べてみるか。ただ通るのではなく、住むとなると話が違いますからな。早速調査隊を編成してまいります。よし、俺もちょっとブラブラしてみよう。リムル様。おお、早速来てくれたんだな。ただなんか少なくないか。申し訳ございません。すぐに動ける人員が少なく、数は少ないかもしれませんが、私が何倍も働きます。早速魔獣がいないか調査に行ってまいります。人手が足りないまま調査なんて大変だろ。俺も手伝うよ。しかし元はといえば俺が開拓したいって言い出したんだから、これくらい気にするなって。リムル様、それではよろしくお願いします。ああ、任せてくれ。いつでもお呼びくださいな。大賀一族の力、見せてやろう。ここは俺にお任せを。ダッシュを使用しない。出番ですね。一気に行くぞ。
ダッシュを示しな。ならばこいつだ。決めてやります。その身に刻め。これで終わりだ。根滅山。通りは平気でも森の中には魔獣がいるな。そうですね。まだ数が把握しきれていないので引き続き調査します。頼んだぞ。ああ、でもちゃんと追加人員が合流してからな。お気遣い感謝いたします。川辺のリゾート地帯ができるなら安いもんさ。全部作り終わったらいっぱい楽しもうな。能力を開示します。この力を役立ててあげてもいいわ。才能解放完了しました。この力を役立ててあげてもいいわ。才能解放完了しました。私もまだ強くなれるのね。この力を役立ててあげてもいいの？才能解放完了しました。戦いやすくなって便利ね。エクストラスキルに進化させます。戦いやすくなって便利ね。エクストラスキルに進化させます。
戦いやすくなって便利ね。ユニークスキルに進化させます。能力を開示します。これくらいでは満足せんぞ。また強くなってしまった。まあこんなものか。能力を開示します。力がみなぎってくる。書く。気持ちのいい朝ね。何かいただけるのかしら。ありがとう。好きになってしまいそうよ。おはようございます。はい、何でしょう。これを私に。
てくださると思っておりました。問題でもあったか？ はい、実は先んじて地盤の調査をしていたのですが、急に地面から魔獣が飛び出してきたのです。普段なら対処できたのですが、人員も少なく不意打ちだったので一旦下がったところでした。賢明な判断だ。お前たちは休んでていいぞ。あとは俺が調べるから。我が輩の力、よし、やってみるか。このスキルでいくぞ。これは使える。見せてやろう。覚悟せよ、黒稲妻。悪いが負けるわけにはいかないんだ。行くぞ。対応策は手置きだ。ふりゃ、襲ってきた魔獣は退治しておいたぞ。おお、ありがとうございます。ですがリムル様に仕事を押し付けてしまい。気にすんなって。とりあえず魔獣に襲われても大丈夫なように人員を集めてくれ。はっ、調査隊の再編成を急ぎます。意外と俺も動かないとダメそうだな。でもこれが終わったらリゾートが待ってるんだ。こんなに果物が実ってたんです。おお、この辺りで自生してたのか。新しい名物にできないかと思っているのですが、さすがに森の中を調べる自信がなくて。ちょうど森の中も調べたいと思ってたんだ。ついでに見てくるよ。本当ですか？ぜひともお願いします。特産品にするなら量が取れなきゃいけないけど、軽く見ただけだから何とも言えないな。はい、
リグルドさんに調査隊が増やせないか相談してみます。住むにしろ観光にしろ食は大事だからな。俺からも頼んでおくよ。水辺で優雅にフルーツジュース、うん、前世で憧れた優雅なバカンスができそうだ。よう、いらっしゃい。どれにすんだ？よう、いらっしゃい。どれにすんだ？見てくれよ旦那、それだな、見てくれよ旦那。どれにすんだ、それだな、こんなもんだな。それだな、能力を開示します。あらまあ、私には使えるかしら。あらまあ、私には使えるかしら。王女隊になったし、頑張らないとな。それで、何？話って。まさか、私の正体がバレたの？ミューラン、好きだ。一目惚れだった。本気で言っているの？ヨーム。ああ、返事は少し待ってもらっていいかしら。もちろんだ、いつまでも待ってるぜ。すぐに断られなくてよかったよ。じゃあ俺は先に戻ってる。幸せかで、私は心臓を魔王クレイマンに支配されて、操り人形にされていて、バカ。ほらほら、グルーシス、そんなものか。兄貴には花を持たせてやらないといけねえからな。おざけ。
久しぶりですね、ミューラン。変わりありませんか？これはクレイマー様、わざわざ連絡くださると。あなたのもたらした情報のおかげで、こちらは非常に順調です。預かっている心臓、本当に返してあげてもいいと思えるほどですよ。それは、私が用済みということでしょうか？そんなわけがないでしょう。まだ役に立ってほしいと願っています。もう一働きお願いしたいのです。もちろん断ったりはしないでしょう。あなたも死にたくはないでしょうし、愛しい男が殺される様を見たくはないでしょうからね。愛しい男などいない。とでも？私を舐めるなよ、ミューラ。お前はただ私の命令に従っていればそれでいい。では命令を伝えるまではおとなしく過ごすがいい。全て終われば今度こそ解放してやる。愛しい男と過ごすのも夢ではなくなるだろうよ。これは罠、決まってるわね。でも、もし夢が叶うのならば、私は悪魔にだって魂を売るでしょう。とんでもないことが起こる予感。面倒事はごめんだけど、避けられないんだよな。